はいる場所はいません。今日は餌早くない？終わんの。直で見ます。安心感。イエーイ。すごい気持ちいい。なってます。最高でした。いい体験できた。2024第6回、今年も開催決定ということで、去年はね長野白樺リゾートだったんですけども、今年は千葉房総ということで、いろいろと視察に行った動画を見てもらったと思いますが、泊まるところホテルとかもすごい、また今年も協力的で、すごいいろんなディオーラ尽くしな楽しいことができるんじゃないかなっていうところとか、あと象の国、あとここドイツ村、かなり触れ合いの多い、ね、内容になるんじゃないかなと思いました。どうでしょう。まあ我々もね今回前編後編という形で、ね、視察をいろいろしてきましたけども、本当に一つ一つの場所、あれができるんじゃないかな、これができるんじゃないかなとか、いろいろこう想像を、ね、膨らませて、今からすごく楽しみにしている。当日はきっと面白いことがたくさんあると思うので、皆さんぜひ参加してください。どうですか。はい、僕はですね、生まれて埼玉に生まれて埼玉で育ち、関東にずっといるわけなんですけれども、こうして千葉に旅行来ることってあまりなくて、なんかゾウのとこだったりドイツ村だったり、本当に新しい発見がある旅行になるかなと思います。はい、はい、ホテルでの施設だったり、象の国ドイツから、いろんなことがグミンたちと一緒にできるなと思っているので、当日楽しみにしてます。よろしくお願いします。視察に来た今日はですね、雨だったんですけども、象の国のねところはね、かなりのすごいザーザー降りだったんですけどでも当日はね、当日晴れる分今日降ったので、最高の疲労感になるんじゃないかなと思います。受付間もなくかなというところなので、そちらもチェックよろしくお願いします。ということで、今年もまずは愚民の日2024ゼップ新宿、最高の一日にしましょう。よろしくお願いします。以上ディオーラでした。